追いました。スタートしました。まず先行争い、内を押して1番西のメタル出を伺いますが、並んできた2番ティエルール、さらには4番ジュエルケイブ、この3頭の先行争いに大外を押して14番シャークスフィン、内にコースを変えてこの馬が先頭に立ちそうです。10番日の下海山も4番手につけて、13番ポンフー、11番マリノアズラ、中段の後ろインコースが5番レキオの夢、14頭が1コーナーをカーブしました。大外から先手を取り切った14番シャークスフィンが先頭リード2馬身で2コーナーに差し掛かります。2番ティエルールが単独2番手、3番手控えて1番西のメタル、これをかわして10番日の下海山3番手首を覗かせます。2コーナーからまもなく向こう正面に差し掛かります。2馬身3馬身間が空いて、前から5頭目のグループに13番ポンフー、並んで4番ジュエルケイブ、1馬身差外目が12番レッドクラーが追走で向こう正面に入りました。中段のインコース、この5番手グループに追いついてきた5番レキオの夢、11番マリノアズラ、6番トロワエスポワールと言っています。前半の 1000m1 分3秒0というゆったりしたペースで向こう正面中ほどを通過。中段よりも後ろから3番レアンカルナシオン外目を通って上がっていきます。その後ろ7番ベルウッドエオ後方3投目、これも上がっていって、8番ライントリガー後方から2投目、9番ウィンマルシュ最後方です。14投が3コーナーのカーブに入ります。先頭14番シャークスフィン、残り1000の標識を過ぎてリードは4分の32番手2番ティエルールに接近、7番ベルウッドエオが一気に上がっていって2番手先頭に7番かの勢いです。前3頭1段で3、4コーナー中間800を切りました。2馬身差4番手10番日の下海山、並んで3番レアンカルナシオンで4コーナーのカーブに差し掛かります。6番トロワエスポワール、その後5番レキオの夢は中段馬群の後ろ外目へと持ち出しています。4コーナーカーブ直線コースに向きました。馬場の3部どころ、ベルウッドエオが先頭に変わるか、シャークスフィン7、おっとシャークスフィン内立ちに突っ込んでしまいました。落馬です。残り400坂を登ってくる。先頭エオが先頭に変わるか、シャークスフィン7、おっとシャークスフィン内立ちに突っ込んでしまいました。落馬です。